こんばんは。こんばんは。タンタンさん。タンタンさんと宮崎さんって。タワーありがとう。いや、何してるんでしょうかね、あの子たち。村井さん、クマ新年タワーありがとうございます。クマ新年タワーありがとうございます。あのねさん、かわいいスタンプありがとうございます。よし、多分ツイッターに言ってない。言ったっけ？よし。和俊先生さん、だるまありがとうございます。成功到底さん、扇？これ扇？扇子っていうの？扇っていうの？と、ハッピーニューイヤースタンプとみかんじゃない、こたつ、ありがとうございます。自分の夢を押し付けてるのか。
よし。よし、OK でーす。サイレントディームーンさん、おぎありがとうございます。結局何時頃に寝たの？でも早めに寝ましたね。2時ぐらい？ 3時ぐらい？ 3 時ぐらいかな。でも言うてあと寝るだけだったんで、そう、言うてあと寝るだけだったんで、あと危険さん、明けおめスタンプありがとうございます。ごめん、そして本日タンタンさんからですね、お荷物が届きましたと。ちょっとこちらをね見ていきたい。私まだ見てないんだよね。開けたは開けたんだけど。あ、マスク、ありがとうございます。タンタンさん、タンタンさんもセンスいいですからね。で、これあのあれらしいです。こちらなんか使ったけど、あのピアス開けたからイヤリングいらないと思ってこの。
っちゃんさん、おぎありがとうございます。そう、イヤリング、イヤリング、友達の佐賀の友達関係図を。タンタンさんと宮崎さんは私の友達、親友ですね。もうあのずっと一緒にいる、もう本当にずっと3人で一緒にいる友達でーす、親友でーす。この先ず、この先も多分死ぬまで一緒なんでしょうねっていう友達でーす。これブラックリボンとかに合わせたいですね。かわいい、こんな感じになります。では、あ、これなんだ。うわ、フレーバーティー、夢。夢見るとかけてるんでしょうか、わかんないです。そんなことは考えてないでしょうね。紅茶、ローズレッド、ヒースフラワー。バニラやフルーツの甘い香りはミルクティーにも。なるほどね、いろんな味あるのかな。これ1個か。内容量 10個入りって書いてある。ちょっと香り楽しみたい。これでも開けたらさ、すぐ飲まなきゃいけない。そんなことないか。あら、いい匂い。あ、いい匂い、いい匂い。ありがとうございます、タントンさん。え、めっちゃいい匂いする。しかも袋詰めシールついてる。ありがとう。めっちゃいい香りです。ありがとうございます。そしてなんかもう一個入ってたな。これはなんだ、これなんだろう。開けるぜ。待って、これ私が欲しかったシールセットじゃないって。待って、あんた分かってんねって言いたい。本当にさすが親友だわ。うわ、さすが親友だわ。ちょっと昭和チックな、ちょっとちっちゃいステッカーいただきました。いや、本当にさすが親友。うわ、しかもドタイプ、ありがとうございます。嬉しい。めっちゃタイプ、本当に。やっぱ親友って怖いな、もはや。もはや怖いな。もう何でも分かっちゃう。ありがとう。めっちゃ可愛い。やばい。ラムちゃんではないね。これラムちゃんではないよね。これラムちゃん？違うか。わかんないけど、女の子の雑誌、
違うよね、多分。最高だね。クリスマスプレゼントを見たいなって思うじゃん、タンプレタンプレもうずーっと4月から温めてたタンプレだそうです。はい、もうようやく送りましたということで。ラムちゃんっぽい、わかんないよね。でもさ、これ多分韓国ってか中国のメイドインチャイナだからわかんない、多分違うと思う。メイドインチャイナありがとう、めっちゃ嬉しい。この後ろにいっぱい貼ります、ね、やります。これ吉田カレンのサイン。あら、ベストもらいいただきました。こんな何本あってもいいですからね。ベストもらった、やった。いや、ベストね、欲しいと思ってたんですよ、本当に。普通に GU でベストのを買おうと思ったけど、それ以上にニットの違うやつがめっちゃ欲しくて、ニットはいっかと思って諦めたんだよ。そしたらなんとなんとニットいただきました、ありがとうございます。え、嬉しい、本当に本当に分かってるわ。多分この配信は見てないであろうけど、ガーチャありがとうね、ガーチャありがとうね。あ、じゃあトミそうそう、いや、あのね、すごいニットワンピーがめっちゃ可愛くてそれを選んだのよ。だからありがとう。ちょっと充電ちょっと見て、カラオケ配信でもしようかな。あとお手紙いただきました、ありがとうございます。ミッサーあの伸ばすねん普通は、けどうちらの中ではもうちっちゃいアーが主流なのよ。主流というか、まあ、あのおふざけでね、おふざけで、今回は最高記録8ヶ月遅れでございますってタンプレ遅れ記録が最高記録8ヶ月遅れでございますらしいです。おもろ、マジでおもろい。ってことで、いい年、いい1年にしてねって書こうとしたけど、もうあと1日で今年終わるから、来年もいい1年にしてねにしとくわって。カラオケやろっかな。
オケやろっかな。寒い。バケットわかります？どのバケット？どのバケット？やばい、めっちゃかゆい。乾燥で。寒むほんで。寒む。ちょっと待ってね。ちょっとリップを探したんだけど、リップがない。暖房つけられるんですけれども、寒いね。寒いね。ナミレサプライズ盛り上がんなくない？ほぼ。ほんと何歌おう、迷っちゃうんだよね、こういうの。ナミレサプライズ
NPP の瀬戸利は決定してるの、ね、あ、ニューイヤープレミアムパーティーか。決定してるよ。え、逆に今の時点で決定しなかったらやばいよね。うん、決定してるよ。すごい盛り上がると思います。なので見に来てください。ぜひ見に来てください。もち。お正月っていう童話がランキング1位だ、今。逆上がり？決勝はね、わかんないや、私。まみれサプライズ、すんごいバラバラでどうしようって感じ。ミスさんの歌を即興で作って、なんか歌ってましたね。なんか歌ってたわ。なんかヘキターさん、扇ありがとうございます。今何時？20分でしょ。ちょっとどうしようかな。逆上がりいきます。一番最初にリクエスト来てたね。逆上がりから星の温度はねないんだよね。 AKB さんじゃ歌えないし、チャイムは、あ、これ全然違うわ。チャイムもありますね。涙サプライズも湘南もあります。星の温度はないね。星の温度ないんだよね。歌えるかな、これ私歌えない可能性があるな。あ、中京終わる。答えない。
りないんだね。23時だからちょっと大きい声を 出せないので、どうしようかな。涙の湘南とかも結構でかい声を 出さないといけないんだよね。これはチャイムもなかったっけ。こっち、こっち、え、ほんまにチャイムもないんだ。このね、どこかへ連れてって。石広さん、三重龍さん、音符ありがとうございます。ガジさん、ペンライト。シュンさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。ロイさん、ありがとうスタンプありがとうございました。逆上がりなくてびっくりした。そうだ、ギターで弾いてたね。確かある曲を歌っていきますね。スガジさん、オーギー、オメーラさん、コバン、ありがとう。空に散らばった星のどれが一番に輝くのだろう。でも誰もきっと答えられない。暗闇の先にここから見
そして、ゆくえさん、ミラーボール、あきけんさん、クラッカー、MT の皆さん、かわいいスタンプ、あきけんさん、クラッカー、ありがとうございます。光、届かないくらいに離れているのか、雲のせいだとか、メールさん、パチパチスタンプ、ありがとう。やばい、コメントをたくさんしてくださってすごいありがたいんですけど、リクエストが消えちゃった全部。ロイさん、ありがとうスタンプありがとうございます。あ正常を守りたい、制服を脱ぐまでは生まれたあの日のまま天使のように、フィロソフィーから見えない、全然どんどん消えてくる、どんどん消えてくる。夢を見る回数が減って
スペースゴーさん、諦めスタンプありがとう。混雑したカフェテリアで仲間たちとランチしてた。何の前にあなたがいてハッピーな時間だったのに、急に名前呼ばれてそう
大喜利ありがとう、ケンさん音符ありがとう。グーも出てないくらいに魔法をかけられたみたい。ずっと夢から覚めないの恋は独り言。グーも出てないくらいにコテンパンが好きなんです。どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう。グーの音あれやこれやで熱くなっているみたい。恋はブラインド、めちゃくちゃに好きなんです。いつかあなたに言わせたい。参りましたなんてお返し。グーの音。さあさあさあ、試しにみんなのこと呼び捨てをしてほしいかも。え、メンバーってこと？でも結構呼び捨て、呼び捨てのメンバーっては、うん、結構いるか。ハツカとか呼び捨てだけど、他にあんま呼び捨てしないかも。なるちゃんも最近なるって言ったり。そうそう、なるって呼んでって言われたからなるって言ってるんだけど、ひなごとか。確かにひなご、ひなごもピナーって言ってるな最近。ピナー、うな、ピナとうな。七瀬、あ、七瀬も指して。結構みんなが指して呼んでる、メンバーが呼び捨てで呼んでる子は呼び捨てで呼んでますね。みんなが呼ぶ読み方で結構呼んでる。うん、あじゃあいけるか。してる。エコなし、なし。あー、あー。
さんの歌い方をのをしたしました、今。そう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 、え、どうしよう、次何歌おう。きっと言えたら楽なのに、何をためらってたのだろう、この恋。よし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 、どうしようかな。はつかちゃんに歌い方を教えたことあります？あると思います。わかんない、伝わ…わかんない、歌…教えたことあるかな、わかんないわかんない、多分あると思う。二人公演の時にこう歌ったら声が出しやすくなると思うよっていうのとかは言ったりとか、お互い言ってますね。疑い多分言ってると思います。こう、あの、あざを教えてるっていうか、こうやったらこうやったら声出るよっていうのを言ったり、そう、手を上げたら大きい声が張りやすいんですよというみたいな感じのことを、こうなんかこうちょっとやってみてよみたいな、ちょっと出にくいなって時にちょっとこれやってみてよってなってやったりですかね。歌が上手くならないとは悩み中だし、でもなんかなんて言うんだろうな、歌が上手い下手ってさ、やっぱ好き好みあるしさ、普通に好き嫌いが個人によってあるから、私は歌の歌い方とか歌声すごい好きなので、うん、何ですかね。あとは多分こうお腹からこうスーッと出そうとして空気をいっぱい出しちゃうんですよ、彼女は。多分もう真面目なんで、まっすぐなんで、まっすぐも空気を出しちゃうわけですよね。だからこっからパーンって音を出せるようになったらもっと良くなるんじゃないかなって思います、個人的には。でも私もまだまだですから、
お互い頑張りましょうってことで。そうそう、ボイスじゃないですか。でもね、高音がずれてるのが自分でも分かるってさ。高音はでもね、多分ね、あのあれなのよね、高音はね、多分ね、私は高音が得意だからいいんだけど、高音を出しやすいんでいいんですよ、私の声帯は。けど宇多田は多分あの低い声のが得意だから、低い声が得意な方って結構高音がもう結構出しづらいんですよね。そう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 、そうそう、ナメの表面張力って低い、めっちゃ高いですね、あれは。もうキリキリからもう強いから、スルーもあるからね、もうあれはめちゃ高いですよ、あれは。歌い、結構歌いにくいですね。そう、割と。めっちゃ高いね、あれは。本当に。オープンソロパート高音取り外そうと、よかったです。ありえないですよね。あ、じゃ違った。この生活。はずがない、ありえないか。懐かしい。もはやもう懐かしいですもん。あれ、あれとっても。クリスマスはいっぱい。さあ、ラスト何か歌いましょう。さあ、何を歌いましょうか。バラード、めっちゃざっくりやん。一曲一サビまでですね、多分。
やばい、もう決めないと決めないと。いつもね、優柔不断だから。そう、もうこんな時間なのよ。穴くりペダルと車輪はね、私歌いません。ちょっとね、もう高い声歌いすぎて結構喉がもう。誰が私を泣か、こうやって。何でもいいよ、マジで何でもいい。良すぎてもう無理だ。じゃあもう明日にしようかなマジで最後の曲選ぶの無理なんですよね、私。迷っちゃって。じゃあゆっくりランキングでも読もうかしら。じゃあマジカジさん扇、シーロさん音符、ダブルブレーキさん、ありがとうスタンプ、ヒロくんさんミラーボール、アネさんパチパチレインボースター、こたつシンゴさん、こたつユキタさん、ハートありがとうございました。3位、スガジーさん、12位、石広さん、11位、ユキタンさん、10位、MT ズラナさん、9位、横吉さん、8位、ジョークスノーさん、7位、アキケンさん、6位、ロイさん、5位、つむじかずさん、4位、ベルちゃん、カイトウさん、ミスさんは、3位、アネさん、ミスさん、最高、2位、シュンさん、1位、オムライスさんでした。ということで、あと30秒で終わるんですが、本日もありがとうございました。ということで、皆さん、明けましておめでとうございます。はい、ということで4258人ありがとうございました。まあ、明日はちょっと、わかんない、朝か
めっちゃ緩くなると思います。ということで終わります。ありがとうございました。バイバーイ。 18